やはり現役世代の社会保障負担、これをどのように、これ以上上げずに下げていけるか、これはすごく大事なことだと思っています。私たちの生活に直結する若者の給料、障害所得について、自民党総裁選を争う候補者によって討論会が行われました。物価は上昇しているけれども、非常に悪い、物価上昇、需要が供給を超えていく、それによって企業も生産性が上がっていく、そしてまた給料も増えていく、消費マインドが良くなっていく、その流れを作っていく。いつまでにどれくらい給料が上げられるのかという質問に高市氏は、来年とか来年にもしその税制が通ればですけれども。他の候補者からはこんな意見も。労働分配率を上げることなんですよ。やはり現役世代の社会保障負担、これをどのように、これ以上上げずに下げていけるか、やはり年収の壁をなくしていくこと、ベースアップだけでなく仕事を変わることによって賃金が上がるというのは私は非常に大事だと思います。自民党総裁選は27日に投開票されます。